小槌チャンネルでいつも来てくれてありがとうございます、うん。チャンネル登録してくれると大変嬉しいなと思います。まあもうすぐ正月になるんで、正月の準備が盛んですよね。ああ、そうですな。もう正月っていうと、もう昔ほど正月らしいことせんようになったけどね。コンビニとかも開いてますしね。うん、僕らの子供の頃はやっぱ正月っていうのは楽しみで、もういくつ寝ると正月とかいう歌も歌ったし。最近はお店も、うん、最近のお店はですね、うん、結構閉まるようになってきたんですけど、昔はね、全然24時間営業してましたね。だからもう、風情がない。っていう話ですね。それから僕らあの古戦の催しなんかでも、百貨店なんかやったら前は1日だけは休みやったかな。ほうほう、うん、それがいつの間にか1日も開けるようになって、うん、それから1日に出てくるとちょっとなんか別になんかご祝儀みたいなのが出たりしたけどね。バイト代の上にプラスアルファが出たりしたけどね。正月働くな、正月っていう雰囲気はやっぱあったよね、うん、そうですね。あとこの頃はもう全然正月らしい感じがせんようになった。僕が子供の頃なんかお店が全部閉まってましたからね、うんうん。ほんで第一年末になったら門松とのと、うん、それからしめ縄と買うてきて、うん、それで正月の準備したっていかにも正月になったっていう感じがしたよね、うん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 。門松っていうのはあの京都では、うん、あの大体あの根引きの松といって、うん、根のついた一本のこれぐらいの、あのをあの半紙で包書で包んで、であの紅白 の, あの水引きかけて、それをまあ大体あの普通やったら門のとこへ釘でパンパンと打ち付けたりした、ええ、うん、それがほとんどやった京都。まあ、値引きの松なんていうと、うん、安くしてくるのでいつも思ってしまうわけですけど、値引きやない、ええ、ほんで値がついてる、ええ、値がついたままのやつっていう意味で、ええ、で値引きっていう言葉から、ええ、根の日に、ね、ネズミの根、ね、やな、根、ね、牛虎の、ね、根の日に引くっていう風習がほんまはあるっていう話。ああ、そうなんですか、うん、ネズミ年でもよかったかもしれないねうん、でまあ京都なんかはほとんどそういう格好で、うん、あの関東式のこういかにも門松っていう感じのあの建てたやつあるな、ああいうのなかった。でもともとはその平安時代なんかは松じゃなしに榊を使ったりしてた、ね、ああ榊ですか、うん、でそれがいつの間にか松になる。もうさっきの門松っていうあの言葉はもう平安時代の貴族なんかの歌の中にも出てくるぐらいから実際そういう風習はあったんやろね。だから室町時代なんかにもあの一休さんの歌でね、有名なあの門松は冥土の旅の一里塚、ね、めでたくもありめでたくもなしって言ってあれですか、骸骨を持って歩いたりしゃれ神戸の杖みたいなの持ってね、ええ、それで歩き回ってみんな嫌がったっていうような正月験が悪いって、まあアニメではね子供の頃やってました、うんうんうん、ねえ、そやけどそやから十分そういう風習はあったっていうことやわな、うんうん、そやけどあの武家の世界に入ってそういうのが取り入れられたいうのは割とあの後の方でね。ああそうなんですか、うん、でまあ有名なんではあの徳川家康がね、の話、門松っていうの話で、ま、はあの三方ヶ原で負けたやん。ああ惨敗したやつね、あの武田信玄に、うんうん、そしたら武田からその翌年の正月に、あの手紙が来て、でそれには絵本蝦夷風俗往来という本にね、あの割と詳しく書いてある、でちょっとそれを読んでみようか。はい、お願いします、うん。将軍家、五条内外の36の見つけっていうのはあの赤坂見つけとかいろいろその門があるわけな、その36あるね、江戸城には、でそれの正月の飾りは誠に質素なもん。ほんでその時に、その話やねんけども、でその竹は歯のない、要するに竹竿みたいな、それを立てて、でそれに周り松でちょっと飾って、で下を4本の棒で支えて、それを荒縄で縛ると、それだけなんやな。ほうほうほう。でそれを各門の前に立てるというのが江戸城の、ほんでその時のその竹がね、竹を斜めにスパッと切った竹を使うわけやな。今あるやつですよね、要はあるよね、ええ、うん、でそれはそ の, あのそれは何でかっていうと、ええ、その武田信玄からの三方ヶ原の後に手紙が来てね、ええ、ほんでそれに「まつかれて竹類なき明日かな」っていう文句が書いてあったわけ。書いてあったの。そしたら竹枯れていうことは、ええ、あ、まつかれていうことは松平や。松平ですね。だから松平が枯れて、ええ、竹が類なき、あの非常に良い、あの 類やな、類っていうのは稀に見る。英気分で煽り手紙ですね、うん、そういうのを来たと、うんうん、その時に酒井左衛門の城忠次っていう人が、
パッとそれ見て、うん、その自分 の, あの歌とか濁点は売ってないやん。だからそれは松カレーでや、あの手を点々打ったらでや、ほんで 松カレーで、で竹田を点々打ったら竹田や。あで食いなきっていうのを首なきって呼んで、うん、明日から意味逆になりますね。全く逆になるから、あのめでたいめでたいしようって言うたって、いや、ね、送る方も送る方やけど、それに反応する方もパッとすぐ ねそう思いつくっていうのがすごいですね。だからそれがほんまの話かどうかかなり後からな、まあ、創作やろうな多分けどね、そういうことで、ほんでそのそれから、その竹をスパッとこうあの切って斜め切りにして首を落としたというか形のたあの門松にしてるわけ。なるほど、竹田に対するこう こういう当てつけみたいな。そうそうそう、それから門松はほんま松だけやけど、そこへ竹をあしろうって小竹梅の小竹で、であの竹の頭を切ってあるっていう。ほんで、まあ、松平が、松はちょっとどっちかというと地味じゃないですか、竹はこう激しく切ってるじゃないですか、強敵を打ち破ったというのも松平ということで、そうそう、そんで松がなるほど周りこう栄えてるっていう感じの、うまいですね。そういう門松を作った。それが今の門松になってるんですか、ほんでそれが江戸風の門松やな、ええー。で大名なんかは、まあ、それに近いようなことをやってんやけども、まあ、もうちょっと大名のあれはあの 竹に葉っぱのついたような竹を作ってんやな。そんなんはあの江戸名所図絵とかそういうのに出てくるから、その挿絵またそこにちょっと上 げ,、ね、上げてな、あれしたらええと思うわ、でそういうようなことがあって、でその時にあのさっきも言ったように15日までは最初の頃飾ってたけども、女王っていう時代に、その何かでもうあのしまうようにっていうお達しが出たわけやな。ほうほう、幕府から最初は15日ぐらいだったんですね。それから正月っていうのは昔は、あの15日までを松の内って言うたわけやから、それって意味あったんでしょうかね。それはやっぱり、まあ、あのいつまでも正月気分を、あのでダラダラしてもダラダラしてる人結構いたと困るっていうことやろうな、それからそれで大体それから関東はあの7日正月言うて、今それは日本中にだんだん急出と、まあ、僕らは7日基本ですね、だけど僕らの子供の頃は確実に15日までを松の内って言ってたから、それからお年玉もらうんでも15日までに誰かに会うと大体もらえたからね。今みたいなあの7日で終わりっていうのは子供にとってはかわいそうかもしれない。ということはですね、今の京都なんかでも15日まではもう結構休んでるお店も結構あったと。もちろんそうよね。あの気分としては、15日までに会うたらおめでとうございますって必ず挨拶をしたの。しかし15日も休みってお店よう持ちますよね。休みではないにしても、とにかくお正月やから挨拶は、あの正月のその年賀の挨拶するっていうこと、特別、特別営業ですね、まあ、言うたら営業も。そうそうそうやね、うん、そういう時代やったね、僕の子供の頃はね。なるほど、だからだん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 正月の気分は薄れてきてるわね、まあ、最近はね、ちょっとお店がね、そう休みを取るようになったんで、ちょっと先祖返してるかなって手目があります。だからしめ縄にしても、あのもうほとんどこの頃しめ縄も門松もしてる家がないやん。そうですね、でたまにまああの一時はあの車にようあの最近見ないですね、しめ縄つけてた車がようあったけど、それもあんま見ようんとね。てかあのしめ縄って大麻からできてると聞いたんですが、あれも結局稲のあれを使うから、それとあれは結界言うて、結局それが張ってあるとしめ縄張ってあるとこは、それより内側へ悪いもんが入ってこんようにっていう。ああなるほど、で昔の服なんかは朝が基本だったんですけど、これも結界が何かあるんですかね。朝は伊勢神宮なんか伊勢お守りの中お札の中に朝が入ってたりするから、やっぱりそういうのは意味はあったんかもしれない、ね、なるほど、昔の人はなんかシャーマニズムとかをうまく利用してたんですね、だからそういうことで、それで一時は、今でも100円ショップでは結構だあの安いそのしめ縄とかが あるようになった、ね、で江戸のしめ縄は逆になんていうの、簡素なものはちょっとあの輪になったやつをちょっと垂らして簡素ではね、そこへ上にやな日の丸のうちわを、あの立てたりとかね、ちょっとあの武家風っていう形やったな。なるほど、でまあまあ、 あのしめ縄にしても、それから門松にと門松なんかは、神道の人はあれはあのあそこへ神さんがあの
来るより広って言うてパッと来るもんやとか言うんやけど、そういうのは本当はそういう記録は一つも出てきひんから。そうなんだ。それから民族学の柳田国男とか ああいうやつが言い出した話であって、そのより門松により広っていう意味はないっていう人もあるわ。なるほど、うん、まあ、お正月っていうのは面白いイベントでありますね、うん。ほんで、だいたいしめ縄にもみんな代々がついてるやん。いずれは代々ね、うん、であれは代々続くようにっていう代々やんけど、うん、もうみかんで代用して、ちょっと小さいのやったらもう小みかんみかんで代用したりするけど、それ、まあ、うん、ちょっと代々弱くなっていくってことやんでは。ほんで僕らは子供の頃はね、あの代々をね、ええ、よその家の代々をええ加減の時期にちょっとだいぶた何か近くなって、うん、その時にあの代々をよ取りに行ったもん。よその代々を取っていいんですか。いや、まあええんかどうか知らんけど、ええ、割とみんなね、ええ、子供やらはね、うん、ほんで何するったら結局代々湯やな。あの代々キュッと絞ってそれで熱い湯入れるやん、うんうん、そしたら代々、ほな結局今みたいに なんぼでもその瓶でコーラやらない売ってるのと違って、うん、そんなものない自分やから、砂糖と代々とだけ入れたら、飲み物になる。飲み物になるんですね。で体にもええしな。うん。うん、昔の人はそれやってたから。うん。それから代々は、みんな備えして、作ったけどね、今はもう神社なんかでもみんな、それついたままみんな納めに来るわな。うん。なるほどね。まあそんなことやな。なるほど、ありがとうございました。まあ今年はね、大変な一年でしたけども、うん、まあ来年の正月はちょっと楽しい正月を迎えられるといいと思いますね、うん、どう思いますか。はい、そうですね、まあ、正月のしっかりしたそういう成り立ちやエピソードを知って、うん、来年は楽しい一年にしようではないですか、うん、はい、皆様来年も頑張りましょう。お疲れ様、バイバイ、はい。